Hey everybody, and welcome back to Kuriosity Plus. Today we're watching the 16th episode of Attack on Titan. So yeah, let's just hop into it because I just want to see the next episode. 42班所属, クリスタレンズです。摩耗を確認する。巨人を殺して罰せられることもあるんだな。巨人が憎くてしょうがなかったんだろうな。でもこれじゃ巨人に手を貸したようなもんだよ。 その人の復讐心は満たされたかもしれないけど、人類にとっては打撃だ。みんな後悔してる。こんな地獄だと知ってりゃ兵士なんか選ばなかった。精魂突き当てた今、頭にあるのはそればっかりだ。おい、 お前ら、所属兵かは何にするか決めたか。俺は調査兵団になる。なあ兄、お前どう思った。 あのジャンが調査兵団になるって言ってんだぜ。ジャンが？別に。お前は憲兵団だもんな。やっぱり俺もそっちにした方がいいかな。あんたさ、人に死ねって言われたら死ぬの？なんだそりゃ。死なねえよ。なら自分に従ったらいいんじゃないの？前からそのつもりではあったんだけど。マジかよ、アルミン、お前まで。 あんた、弱い癖に根性あるからね。ありがとう。兄ってさ、実は結構優しいよね。は？だって僕らに調査兵団に入ってほしくないみたいだし、憲兵団に入るのも何か理由があるんじゃないの？別に、私はただ自分が助かりたいだけだよ。 ジャン、本当に調査兵団に？ ああ。 どうして突然、その、怖くはないのですか？ は？ 嫌に決まってんだろ、調査兵団なんて。 じゃあ、お前なんで？ 別に巨人が怖くないから、そう決めたわけじゃねえよ。 え？ それに、有能な奴は調査兵団に入るべきだ、 なんて言うつもりもない。 俺は死に急ぎやろうとは違う。 エレンか、 あいつは特に調査兵団に入ってるんだよな。訓練兵、整列、団長正面銀なれ。俺はな、誰かに説得されて自分の命を懸けてるわけじゃない。こればっかりは自分で決めずに務まる仕事じゃねえよ。私は調査兵団団長エルビン・スミス。所属兵団を選択する本日、 私が話すのは率直に言えば調査兵団への勧誘だ。今回の巨人の襲撃により、諸君らはすでに巨人の恐怖も己の力の限界も知ってしまったことだろう。しかしだ、この戦いで人類はこれまでにないほど勝利へと前進した。エレン・イエーガーの存在だ。彼が間違いなく我々の味方であることは 彼の命がけの働きが証明している。さらに我々は、彼によって巨人の進行を阻止するのみならず、巨人の正体にたどり着くすべを獲得した。我々はシガンシナクの地下室を目指す。ただそのためには、ウォールマリアの奪還が必須となる。つまり目標は今まで通りだが、 I mean, I don't know if I'll be able to do it because that's like a 30% chance that you die, and I really don't feel comfortable with taking that chance. So I wouldn't do it personally. When she brings me a real smile,
All those people leaving. Ooh. Oh my god. Yeah, I think I would have left. I would have been out of there. ここにいる者を新たな調査兵団として迎え入れる。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。 よく恐怖に耐えてくれた。君たちは勇敢な兵士だ。心より尊敬する。実戦よりもエルヴィン団長が考案した長距離索敵陣形を頭に叩き込むことが主だった。不思議だったのは緻密な陣形でありながら、 そこにエレン・イェーガーの配置が示されていないことだった。お前たち新兵はここだ。荷馬車の護衛班と索敵支援班の中間。ここで予備の馬と兵装伝達を任せる。あいつら、オロさん、ちょっと同期と話してきてもいいですか。さっさと行けよ。おい、ミカサ、アルビン、エレン、しばらくぶりに会った気がするぞ。 エレン、何かひどいことはされてない。体を隅々まで調べ尽くされたとか、精神的苦痛を受けたとか。<笑>ねえよ、そんなことは。<笑>あのチビは調子に乗りすぎた。いつか私が叱るべき報いを。まさかリヴァイ兵長のことを言ってんのか。お前ら本当に。そう、私たちも今度の作戦に参加する。なあエレン、お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。 それは一体どういうことだ。違う、エレンはハエを叩こうとして。お前には聞いてねえよ。<笑>なミカサ、頬の傷はかなり深いみたいだな。それはいつ負った傷だ。<笑>本当らしい。巨人になった俺はミカサを殺そうとした。らしいってのは記憶にねえってことだな。つまりお前は巨人の力の存在を今まで知らなかったし、 それを掌握するすべも持ち合わせていないと。ああ、そうだ。お前ら聞いたかよ。これが現状らしいぞ。俺たちと人類の命がこいつにかかってる。俺たちはマルコのようにエレンが知らないうちに死ぬんだろうな。じゃん、今ここでエレンを追い詰めることに何の意味があるの。あのな、ミカサ、誰しもお前みたいにな、 エレンのために無償で死ねるわけじゃないんだぜ。知っておくべきだ。俺たちは何のために命を使うのかを。じゃねえと、いざという時に迷っちまうよ。俺たちはエレンに見返りを求めてる。きっちり値踏みさせてくれよ、自分の命に。 I mean, he has a point. Like. Alright, so that was the episode. It was pretty decent. In this episode, we saw the whole gang join the Survey Corps. We also, at the end of the episode, saw them basically venture out outside of the gates and do the 57th expedition. So that was pretty cool. And yeah, that's pretty much all that happened in this episode. So yeah. Anyways, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.
you.